俺の名前はベルナルド。ブラジルに住む45歳。この間の食中毒、お前だけ平気だったらしいな。ああ、俺は不死身なんだよ。自他ともに認めるこの村一の幸運な男だ。実を言うと、俺は2歳の時に髄膜炎で死にかけている。最悪の事態も覚悟しておいてください。そんな。しかし奇跡的に回復し、なんとかギリギリのところで助かったらしい。中学生の頃にも俺は大事故に遭いかけている。遅刻だ、行ってきます。少しだけでも食べていきなさい。寝坊をし、朝飯抜きで家を出ようとした朝のことだ。母に止められて仕方なく食卓に着くと、なんだ今の音は。家の前の道路で居眠り運転の車が登校中の学生の列に突っ込んだのだ。残念なことに、その事故でいつも一緒に通学していた同級生が亡くなった。あの時母ちゃんが引き止めてくれてなかったら俺も。つまり俺は人生で2度も九死に一生を得ているのだ。俺の幸運エピソードはまだ他にもある。欠勤困ったな。俺でよかったら。俺は中卒だが、縁やタイミングに恵まれ、今まで一度も仕事に困ったことがない。愛する妻との出会いもこれまたラッキーだった。急ぐんだ、代わりにこれ届けてもらえないかな。了解。同僚の雑用を引き受けていなければ妻と出会うことはなかったはずだ。結婚後も変わらず貧乏で、家を買うなんて夢のまた夢だったが。超格安物件だって。おお、完璧じゃないか。たまたまこの崖の下にある民家を激安で購入することができたのだ。途端でできたボロい家だが、雨風をしのぐには十分だ。やっぱり俺は運とタイミングに恵まれてるな。一軒家がこんな破格で売りに出されることなんてそうめったにない。しかしいざ住み始めてみると、この家の立地が思った以上にくせ者で。崖の上にある高台の丘から石や岩なんかが落ちてくることがよくあった。時には高台で放牧されている牛が転落しかけることもあり、ありゃ柵でもつけてもらわないと危ないな。家を出る際には頭上に十分注意するようにしていた。しかしそんなある日の夜遅く。おやすみなさい。ああ、おやすみ。いつものように眠りについた俺たちはとんでもない出来事に襲われる。突然けたたましい爆音とともに天井にどでかい穴が開き、あ体重1トンはあろうかという巨大な牛がトタン屋根を突き破って空から寝室に降ってきたのだ。崖から転落したらしい牛は俺たちのベッドを直撃し、あやあなたしっかりして。俺は今までに感じたことのないほどの衝撃と痛みに襲われた。巨大な牛に直撃された俺は圧迫されて息もできず、ダメ、全然動かない、救急車を呼んでくるわ。気絶してびくともしない牛の下敷きになったまま助けが来るのをひたすら待った。身動きが取れないせいで自分がどんな状態なのかもわからなかったが、ぐるじーだけど、牛が落ちたのが俺の上で本当によかった。愛する妻の無事が確認できて俺は心底ほっとしたと同時に、俺の意識は闇へと落ちた。すると走行しているうちにようやく救急隊が到着し、牛まずい、このままだと圧死するぞ。大の男が数人がかりで気絶した牛を俺の体から押しのけた。するとその衝撃で目を覚ました牛は一目散に部屋を飛び出し、よし急ぐぞ。牛はほとんど無傷みたいだな。俺は妻の付き添いのもと救急車で病院へと搬送された。また今回も運よく助かるだろうなんて考えていた俺だったが、全身骨折です。くそ、腹部の内部出血がひどすぎる。3度目の奇跡は起こらず、俺は搬送後間もなく死亡した。実はこの地域では過去にも2度同じような事故が起きており、1度目は住人の外出中に崖から滑った牛が屋根を突き破って民家に落下したそうだ。2度目の事故では赤ちゃんが眠る子供部屋に牛が降ってきたらしいが、牛が奇跡的に赤ちゃんにはかすり傷一つなく家族全員無事だったという。3度目の正直というのも変だが、今回ついに牛が人間に直撃し、嘘だろ、ベルナルドが死んじまうなんて、まさに前代未聞の死亡事故が起こってしまったというわけだ。しかし今まで九死に一生を得てきた俺がこんな死に方をするとは。一寸先は闇、人生何が起こるかわからないものだな。そもそも牛が落ちてきて死ぬなんて一体誰が想像するだろうか。落ちてきた牛はあのあと自分で勝手に高台まで戻っていったようだが、ママ見て牛さんだ。まあ危ないわね。もう二度と誤って転落してこないことを祈るばかりだ。